えー、本日は日生劇場第31回舞台フォーラム2024にお越しいただき誠にありがとうございます、えー、本日の進行を進めさせていただきます日生劇場技術部の白石と申しますよろしくお願いいたします <laughs>、えー、本日のフォーラムはですねオペラ、えー「連帯の娘」を題材にいたしまして、えー、各,各パネリストの皆様に、えー 資料映像を用意していただきながら実演なども交えて解説を行っていただくということになります、えー、では早速パネリストの皆様をご紹介させていただきます座ったままで構いませんはい、えー、まずは日生劇場芸術三様でえ今回の演出をなさるアグニジュンさんですよろしくお願いいたします <laughs> え続いて美術プランナーのイタロ・グラッシさんです こんばんは。えー、通訳は本屋朝子さ,さんにお願いいたします。えー、続きまして衣装プランナーの武田久美子さんです。よろしくお願いいたします、えー。最後に照明プランナーの稲葉直人さんです。よろしくお願いします、はい。皆様よろしくお願いいたします、えー。さて今回のコンセプトですけれども。 えー、舞台上に大きな、えー、テディーベアとかあとはあちらは、えー、とカードゲームとかボードゲームの箱のようなものですけどもあと床もですねよく見ていただくとボードゲームの松目のような絵が描いてありますで、えー、今回はおもちゃ箱のな世界観を、えー、テーマに、えー、作っていただいたということですので、えー、その辺のことをまずはこのコンセプトに至った経緯などをあ久にさんの方から 解説いただければと思いますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします改めてアグニですよろしくお願いいたします <laughs> ありがとうございます <laughs> えっとこのラフィール・レジュモン、えー、連帯の娘、えー、このオペラは、えー、作曲家はイタリア人のガイターノ・ドリゼッティ 彼は1797年生まれ1848年に亡くなっております。 えー、ガイタのドニゼッティが、えー、このオペラの歴史の中で、えー、どういう立場であったかっていうと、まあ、1800年の前半そのだから彼が亡くなる48年までですねこの1800年の前半ロマン派っていう時代に入るわけなんですけどそこに特にベルカントっていう美しい歌っていう、まあ、直訳するとベルカント美しい歌っていう手法なわけなんですけど。 えー、それの特にあのプロモーターっていうか、えー、と70作以上、えー、この世に残していったいやもうその当時のほ本当にトップのアーティストですねまあ彼と同じくトップなのがベリーニっていうノーマとかっていう、えー、作曲をした作曲家と、えー、ガイタの、えー、ロッシーニ、えー、セビリアのレハツ氏とかっていう。 まあその中の一人なんですけどでその後に、えー、1800の後半になるとベルディとかまあワグナーとかとかまあイタリア作曲家でいうとそのもっとあとにプチーニとか、えー、バタフライとかねボエムとかっていう、えー、作曲家が生まれてくるわけなんですこのドニゼッティっていうのはやはりいろんな、えー、彼の特徴は、えー、っとそのドラマチックな、えー、オペラも ルチア・モールとかっていう作曲もできるのと,と同時にですねコメディとか喜劇とかっていうこういう系の作曲も作れる作品作曲家でした。 えー、彼の大体、えー、38年から40年1838年1840年ぐらいに、えー、もうイタリアだけじゃなくてもちろんロンドンとかも,もうヨーロッパ中で彼の作品が上演されることによって、えー、とその時にはもうパリにまで移って。 えーまあ、その当時のフランスっていうのはやっぱりカルチャーのトップ今でいうニューヨークじゃないですけどと、まあ、ある種東京でもそうですし、まあ、そういうようなヨーロッパの中心カルチャーの中心であったパリに移りそこでも大成功を、えー、大成功なあの作曲家になるわけですよねで、えー。もうフランス人の作曲家以上に えー、パリのどこの劇場でも彼の作品っていうのが上映されるようになりましたその時の1840年に、えー、初演を迎えたのがこの、えー、連帯の娘です。 その当時のフランスっていうのはどういう時代かといいますともうもちろんフランス革命は1 8 0 0年の後半で終わっておりますでナポレオンの戦争っていうナポレオンが出てきますよね,ねナポレオン戦争っていうのが1800年の頭なわけなんですけどそこからちょっとやっと落ち着いた中で また改めて王様の時代があのルイジ・フィリッポの時代に入るわけなんですけどちょうどそこが、えー、フランスの30年代40年代っていうのがすごくフランスの、えー、ナショナリズムじゃないですけどやはりフランスは偉大なんだよねって強いんだよねってそういういろんな革命からナポレオンから今これだけの国になったっていうところをすごくまあプロパガンダではないわけなんですけどそれをすごく感じてた時代って。その時 にやっぱり依頼されているのが、まあ、ドニゼッティが今回の「連帯の娘」っていうこのストーリーコメディなんですけどでもどこかすごくそのフランスフランスの連帯やっぱり一つのフランスの旗のもとにみんながいるとかそこの家族とかでもその家族っていうのが国としてのっていうテーマもすごく入っております。 それをまあイタリア人が作曲したっていうところでまあ成功に導いたっていうこともあるわけなんですけどでもそこにやっぱりイタリアの音楽のイタリアのコメディの作り方イタリアのオペラの作り方っていうのもこの作品には入っています。 もう一つの特徴はこれはイタリア人が作曲しているわけなんですけどオペラコミックっていうあの手法で、えー、これは作曲されているわけですねこれは何かと言いますとイタリアとは違ってフランスの特にオペラコミック劇場っていうのがあるんですけどそこでのルールとしては、えー、とオペラをセリフと歌っていうこういうふうに分けてほしい。っていう あのイタリアの通常のコメディの、えー、作り方だと「レチタティーボ」っていう手法を使ってましてセリフのように聞こえるんですけどでもやっぱり音符が書かれてるわけですねそれはモーツァルトとかもみんなそういう手法を使ってるわけなんですけどフランスのオ,オペラ・コミック版っていうのは完璧に役者が演劇と同じくセリフがあって ドラマを済ませてでその心境がとか気持ちを今度は歌で表現するっていうこのやり方ですまああえて言うならその後のをちょっとミュージカルに似てるかもしれませんねそれをドニゼッティがもう、えー、840年ぐらいにもうそういう手法を使い始めてたっていうことです、えー、先ほども言いましたけどこれはオペラコメディですですからハッピーエンドです えー、ストーリーを話すとちょっと50分までに、ね、は僕の与えられてる時間的には終わらないのでそこはあのこちらに書いてある、えー、方をちょっとあらすじは読んでいただけるとなんですけどまああえて言うならちょっと,、えー、とロメオとジュリエットのハッピーエンド版って言ってもいいでしょうか、えー、マリーはフランス軍に21連隊に育てられた女の子、えー、好きになる、えー、トーニョは敵のオーストリア側のチロルの青年。 本当は敵同士なんだけど最終的にはハッピーエンドで2人が結ばれる、えー、その間に、えー、とおばさ待っていう方がマリーの実はおば様ですっていうのが出てくるわけなんですけどでも実は実際のマリーの母親であって最終的には彼女を貴族の世界に連れて行こうとはするんですけどやはりそのハッピーエンドっていうところでは 愛が勝つということで本当にマリーが求めている愛は何なんだろうって言ったらやっぱりその村人のトニオと結婚することが一番幸せなんだろうっていうところで彼女もお母様もそれを許してみんなハッピーエンドで終わるっていうまあすごい短い話,話し方するとこういう感じです乱暴な言い方をしますとなんですけどこの作品の特徴の中にすごく綺麗な曲すごく明るい曲でトニオと,、えー、とマリーの愛っていうのをすごく純粋な愛 すごくシンプルであって本当に水が透き通るようなあのストレートな愛の、えー、語り方を、えー、この物語ではしてるんですけど先ほど言ったみたいにやっぱりその時代の,ナポあのフランスがナポレオンとか、えー、フランスのって偉大さとかっていうのをあの感じさせたい中にやっぱり連帯軍隊戦争戦い勝ったとかっていうそういうテーマも入ってるわけですね。 そうなりますと実際に自分が、えー、とこれを演奏をって、えー、手掛けるところの中でやっぱりそこが一つちょっと引っかかってたところです。それはなぜかというとあの合唱団が例えばテキスト的には「戦争万歳」とか「死は万歳」とかっていうこともまあすごくあの軍隊ですから音頭として歌ってるわけなんですけどでもそういう言葉がすごく出てくるっていう中で。 で本質のテーマこのストーリーのテーマは別に戦争がっていうテーマではないわけなのでどのの世界観でここれを表現ししたたらいいいいかなっっていうととにちょっと迷いましたそれは何を言いたいかと言いますとこれをなら現代のちょっと読み替えをして現代の時代に持っていったとしたらどうしても軍人なので現代の軍隊のユニフォームになるわけですよね。 そうすするるとすごいい生々しくくなななっっててではかそれとやっぱり今我々が残念ながら今の世の中っていうところがどういうことになってしまってるかっていう中であんまり簡単にハッピーエンドでちゃんちゃん終わりますって本当はそういうふうに言いたかったんですけどできない時代にも入ってるんだなと。ってなるとこれだけピュアなコメディのストーリーっていうのを。 なんか自分の中で残念ながら悔しいながら本当ちょっと涙が出てきて悔しい今でもちょっとこう喉が詰まるぐらいなんですけどやっぱりそれが表現できないやっぱり人間ってどっかまだまだ愚かなんだなってこれからもっともっともっと進化していかないと最終的にあって我々のって答えっていうのはなんでどうしても最終的には暴力なんだろう なんんでで力でってて誰が合ってるかかはよくわりませんだけどやっぱりそうなってしまうそうするとってこのストーリーは人間の社会ではあって、えー、表現できないなってじゃあどこの世界だったらそれができるんだろうっていうところでおもちゃ箱っていう全然違う世界うでもそのおもちゃ箱っていうのはなんでおもちゃ箱っていうか自分の子供の時も思い出したんです。 やっぱり子どもたちがおもちゃで遊んでる時っていうそこではあって人種だろうが言葉が通じないだろうが何だろうがって子どもたちはお互いに言って遊ぶっていうその遊ぶっていうルールの中でちゃんと分かち合うことができるなので今回はこういう世界にすることによってこのマリー・トーニョ連隊合唱団のチロル側もフランス軍は怖い人間だってたった そのイメージで相手を否定したりとかっていうのをやっぱりおもちゃで表現してみましたそうすることによって違うおもちゃ同士でそれぞれの遊び方とかそれぞれのその生まれた役割っていうのが違うおもちゃ同士が 相手を理解できないから最初は怖がったりしてるけど最終的にはおもちゃはちゃんと自分たちを理解し合って一つのプレイっていうことを思いっきりできるんだなっていうふうに持っていきたかったっていうことです。 まあここから装置とか衣装の話になるともっとそこがどういうふうにそれが表現されていくかっていうところの細かい話になるのでそこはあまり触りませんけどまあこの映像を見ていただくにもよってこの作品を見た方初めて見る方もすごくカラフルです。であのー この合唱団の男性合唱団も連帯ってなるとどうしてもユニフォームになるのでみんな同じになってしまうわけなんですねだけどこのストーリーではこの連帯が21連帯がマリーっていう子供を戦場で見つけてみんなで一生懸命守って彼女を育てたんだよっていう話なのでこの。 連帯でありながら一つの舞台でありながらみんなこうでなきゃいけないってみんな一人一人がお父さんじゃなきゃいけないんだよっていうところからまあ武田さんとも話してどっかオペラの合唱団としてはみんな同じことを一つで歌わなきゃいけないんですけどそれぞれの性格っていうのを出せないかなっていう話を、えー、投げてみました。 僕の子どもの頃の部,屋あの部屋じゃないですけど子どもがもしかしたら自分のイメージでは男の子とちっちゃな女の子とって妹が遊んでてだからあの妹のおもちゃはこのぬいぐるみ系とかこういう木とか最初に出てくるチロルの人たちとか。 でお兄ちゃんが遊んでるのはこういう兵隊さんとかアクションフィギュアとかっていうような世界に分けたいんだってそういうなんかこのテーブルの上なのか部屋におもちゃがもうバーッと散乱してるような世界観を作れないかなっていうところからこういうセットを考えていただきました、えー、まあ私のメッセージっていうわけではないんですけどこれはでもやっぱりドニゼッ たちがこの台本を作って表現している中で結局その先ほど言ったナショナリズムフランスっていうのはなんとなくそういうのはあの一応依頼側から <laughs> そういうふうに来てるわけなので入ってますけどそういうテーマも入ってますけどでも根本的なテーマっていうのはお互いを理解し合うことっていうのとそれともう一つはやっぱり家族のあり方でもあると思います。 その血がつながってるのかつながってなくてもやっぱり連帯男ばっかりの連帯の中でもマリーはすくすくと愛をにこう包まれ育ってきた元気いっぱいに育ってきた実際の母親と再会した時に一瞬の今度は母親の愛は何だろうってもちろん本当は自分が身ごもってはいけなかった娘であるっていうところを彼女を守りたい気持ちからやはりその貴族の世界に。 送,り送ってあげたいどうか自分の財産を全て彼女に行くようにして今後の彼女の幸せってを願うだけどそれはやっぱりただ名誉であったり地位であったりお金であって本当の愛ではないよねっていうところにやっぱり母親としても気が付くところによって最終的にはあのマリーを幸せな道へ導いていくっていうようなテーマがそこが一番のこの連帯娘の、えー 魔性ではなないいいいいのかなというううこころでで思い切っててうう世界で描いてみましたあの最後にこのオペラの見た方これからもし見る機会がどこか,かこのプロダクションではないですけど他のプロダクションでも見れると思うの,であの機会がありましたらなんですけど特徴はそのセリフのところですね。 このセリフがあって音楽オ,オペラ歌うっていうところが二重賞とかアリアというかあるんですけどこのセリフも今回日清劇場では最初は日本語でセリフをやって歌を日本語にし、えー、いたフランス語でやりましょうかっていうところをまて、あ、やっぱりあえてせっかくこのオペラコミックっていうスタイルをこの日清劇場でお客様に伝えれるんだったら大変なことでもありながらもできるだけもう全部フランス語で 実際にドニゼッティが書いた作品を皆様に紹介しましょうとなので今回はえっ、ー、とまあ台本のセリフの100という100%のとこからの4割ぐらいは40%ぐらいカットした中でのでも残り60%っていうのはそのまま残して、えー、歌い手たちが演者たちがやっておりますこれはやっぱりフランス語でセリフを言うっていうのはすごくとてつもなく大変なことですけど でもやっぱりそこだけの,あのセリフをやるっていうのは意味があってそこに台本の先ほど話した母親の気持ち父親の気持ち連帯の気持ちっていうのが書いてあるので、まあ、今回もそれができてよかったんではないかなって思います。で、えー、とここからもういたろたちに渡していきたいと思うんですけど演出家としては。 この台本を見だうううぐらいです、ね、でそこから武田さんともねなんとなくこういう今話したようなことを彼らたちもはあの話してましては今回は我々3人稲葉さんとはもう何回も一緒にお仕事をしてますけど武田さんと伊太郎さんとはあのお互いに作品を見たりとかしてたんですけど一緒に作品を作るのは今回が初めてっていうところで。 えー、まあいろいろと打ち合わせをして、まあ私のわけのわからない世界観をとりあえず彼らたちに投げて、こういうことをしたいんだ、ああいうことをしたいんだっていうのを受け止めていただき、さあそこからどういうふうにこうなっていったんでしょうね。伊 <laughs> 藤さん、阿 <laughs> 部、はい、さんありがとうございました。えー、そうしましたら今バトンを受け取った伊藤さんの方に、えー、解説の方をお願いいたします。うん、どうやら。 Innanzitutto, eh, ribadisco una cosa che ha già sottolineato Aguni-san, che è il carattere musicale di questa opera di Donizetti, dell'opera comique. Sì,先ほど,今 Donizetti che Perché chiaramente yeah. proprio dalla musica io parto per progettare la scenografia, cioè al di là dell'idea generale che poi verrà fuori anche con il regista, però la musica nell'opera eh, è quella che determina il clima generale che deve quindi anche per prima ispirare il nostro lavoro, credo. Eh, やはりあの私は装置家として舞台装置のデザイナーとして演出家と一緒にこう話し合いながらいろんなコンセプトっていうのは生まれてくるんですけれどもことオペラに関してはやはり音楽あるきなんですね音楽というのがあくまでもこの作品の空気を決めるという存在だというふうに思ってます classico, può essere moderno, può essere visivamente qualsiasi cosa, però l'importante secondo me è che sia collegato come atmosfera alle atmosfere che nascono dalla musica. Eh, Harry, no, opera no, no. ビジュアルっていうのはいろいろなものがあると思うんです。現代化されていたり、モダンだったり、それともクラシックだったりという見え方はい,らいくらでもあると思うんですけれども、やはりその空気を決めるっていうのはあくまでも音楽なのだということを本当に強調しています。Dal lavoro che abbiamo iniziato a fare con Agoni-san、第一 domanda が見えましたが、このように、このように見えます。 そこからですねたのを作ったのと作のコンセプトを考え始めましてまず私が最初の問題としてを分にたのをたのは幕が上のった途端にたのった ま、おもちゃの世界だっていうのがすぐに分かる。お客さんにすぐに分かる世界ってどんなの,あの E eh, eh, vabbè, ho guardato delle cose che chiaramente subito, infatti Giu <laughs> ha detto che sono troppo classiche. Nemmeno i nostri non solo i nostri ragazzi, ma probabilmente nemmeno tanti adulti sanno utilizzare queste, questi, questi giocattoli antichi. あの例えばこういうと囲碁とか将棋とかだとで、まあ、ジュンさんと話してるうちに、まあ、これちょっとありがちじゃないと、まあ、見てすぐに分かりすぎるというか日本だと大人も子どももこれが何者であるかっていうのは一目瞭然なのでちょっとこれはなという結論に至りました。 Allora, la scenografia secondo me è eh, uno spazio uh, drammaturgico, cioè la cosa che mi interessa di più nel progettare una scenografia è, non è il decoro, non è mai la decorazione, ma è la spazialità, cioè gli oggetti nello spazio del palcoscenico. Eh quindi, ogni elemento certo deve, da una parte, anche raccontare quello che ci chiede il libretto. Secondo me, è fondamentale che ci sia il racconto vero di quello che viene raccontato nella storia, ma deve essere assolutamente collegato con l'idea. やはりあのですので舞台美術の中の全ての要素というのはまず台本があってそれをどういうふうに読み込んでそれをどういうふうにドラマツルギーとしてどうやって語っていくかということに全ての要素が関連していなくてはならないというふうに考えてます。 Quindi, ogni elemento deve da una parte suggerire l'ambientazione, ma anche essere utilizzabile dai cantanti. Non mi piace quando ci sono in scena degli elementi che servono solo come sfondo, come decoro, ma devono essere sempre utilizzabili eventualmente da qualche azione di regia. Desideri,舞台にある全ての要素というのが、単なる装飾物ではなくて、舞台にあるものというのは、演技 di uh Quindi, tra i tanti elementi giocattolo che i nostri eh, ragazzi hanno in casa, ma anche, soprattutto noi ci siamo posti il problema di quelli anche che usavamo noi da ragazzi no? quando eravamo bambini, quali scegliere? Questo è stato il nodo principale che mi sono posto. えー、そしてです、ねまあ、お,もちゃおもちゃの世界ということでおもちゃ箱ということでじゃあどういう具体的にどんなおもちゃを見せればいいんだろうということを考えたんですねで私たち潤、まあ、さんもそうですしあぐにさんも私も自分たちが子どもの頃どんなあおもちゃを使っていたかなっていうのを話のきっかけとしてやはりそのおもちゃを選んでいくっていうのが一つ重要な節。あの quindi sta, Stasera ne vediamo solo alcuni come esempio. Eh, uno dei primi いくつか? che mi sono posto è quello della montagna, 例えば, perché l'ambiente uh, in cui si, la vicenda si sviluppa è in montagna.

poi ho pensato anche che un'altra possibilità era di avere un, un poster in una cameretta, nella cameretta dei bambini magari c'è un poster di montagna. De, eh, con, eh, le camere... con le casette di montagna costruite con dei legnetti provvisori come potrebbe fare un papà per il suo bambino. それでその山小屋ということで、例えばそこのうちのお父さんがそこのうちにある木で木材で作った山小屋だよっていう1つ oh È chiaro che il linguaggio della scenografia ha delle regole quindi se io avessi messo un fondale di montagna per il pubblico sarebbe stato un fondale tradizionale ambientato in montagna e non avrebbe avuto il senso della camera dei giochi perché siamo abituati ad utilizzare delle immagini in palcoscenico che assumono un significato completamente diverso, quindi non sarebbe più stato il senso della cameretta del bambino. Ma Tarano,やはり舞台の舞台装置っていうのは ああるる種ののの文法のよううなものがあると思うんですねで例えば背景膜として背景膜として山,山並みを舞台上に載せてしまうと、まあ、ある意味ありきてここは山の山間部ですっていうそういうコンセプトが生まれてしまって、えー、背景膜としてしまうと今度は子ども部屋というその環境っていうのが読めなくなってしまうっていう問題になります。

adatta al palcoscenico. Un altro elemento sul quale abbiamo lavorato è stata l'idea dell'orso, perché in montagna ci sono gli orsi e anche nelle camerette dei bambini spesso ci sono gli orsetti. あと2つ目の要素として思い立ったのがやはり熊ですね。え、大和言えば熊。それから子供部屋と言えば、あの、熊のお人形と Quindi vedete come il tentativo è sempre quello di avere un elemento che è verosimile nella storia, è una storia ambientata in montagna, ma nello stesso tempo è collegato all'idea drammaturgica. えー、こうやって見ていただくとお分かりかと思うんですけれどもやっぱりこうあのリブレットに書かれたドラマに書かれていた要素っていうのをあ、えー、リブレットに書かれた山の山,山,山間部で行われる物語であると展開する物語であるとそれをドラマとしてその演出の作劇術としてどういうふうに、えー、もたあの落とし込むかということで、えー、私たちの思考っていうのがコンセプトっていうのが出来上がっていくっていうのをご覧になれるかと思います。 Un altro elemento che abbiamo utilizzato è il treno, che però adesso non abbiamo messo in palcoscenico, eh, lo vedrete dopo. Poi <laughs> e poi le scatole dei giochi, le scatole dei giocattoli di società che sempre sono presenti e a noi servivano perché diventavano degli elementi da cui potevano uscire i soldatini, poteva uscire l'esercito francese. Eh, Sorekara, eto, eh, kore wa ,あの, ano omocha no board game dattari card game dattari minna de asobu game no hako nan desu kedo mo, e kono hako mo tsukaeru no de quindi il palcoscenico è diviso in due spazi c'è cioè uno spazio più legato alla natura della montagna con le case di montagna, l'orso che sono tutti realizzati in simile legno e invece uno spazio più colorato che è quello da dove uscirà l'esercito francese dalle scatole dei giocattoli えー、というわけで舞台面というのが実は2つの空間から構成されていて1つはより自然,自然の環境を模したような山小屋があって熊がいてしかもそのちょっとあの、ね、本物の木ではないんですけど木を模したような模様をしているものそれからカラフルなフランス軍の連帯が出てくるその世界観というのを2つ、えー、空間分けをしています。けぽいえー Un tema che abbiamo sviluppato insieme a Kumiko-san perché chiaramente dovevamo fare in modo eh, di, con i colori dei costumi e i colori della scena di trovare un, un, uno spazio, un linguaggio comune che fosse armonizzato. Eh Dopo vedrete nei costumi da questo diciamo, primo atto che ha un'ambientazione molto colorata un c'è second, cioè un secondo atto invece che è ambientato nel castello della, della baronessa e che quindi abbiamo volutamente tenuto con una, un colore un po' più uh, diciamo パステアチですのであの、まあ、衣装も舞台装置にも共通して言えるんですけれども1幕がとってもカラフルなあ色彩なのに対して2幕はですねその場面自体が場面設定自体が9億のお城なんですね。ですのでちょっとこうご覧いただけるようにもう少し抑えめのパステル系の。

E qui nel secondo atto l'ispirazione è stata quella delle case, delle bambole, delle, dei giocattoli eh, ambientati nelle casettine delle bambole. 二幕の,の全体のコンセプトとしてはドールハウスですねお人形さんが住んでいるようなドールハウスというのをちょっとイメージして二幕の装置を作っています。 Faccio vedere l'ultima cosa, che è l'idea del pavimento, da lì non si vedrà tanto, è una cosa che godono meglio dall'alto. Che è il pavimento classico dei giochi di ruolo, di tanti giochi sia elettronici che anche nelle scatole tradizionali. Ma coitta, i vari bodogame, se ne sono regali, ma desiderare che siano un'anca, ma un deschedum coitta canzide. こういうモチーフでちょっと場所取りだったりとか色彩だったり、えー、ゲームのボードのようなイメージで、えー、舞台の床面を作っています。で、e eh、こちら <dove S 1> は装置装置を実際に作ってくれた工房の写真をご覧いただきます。 Qui abbiamo l'elaborazione del pavimento, questo che è dipinta a mano su del linoleum, quindi ha questo è aspetto semilucido. Ora, mano, sono il linoleum, un e il un Queste sono alcune foto durante la preparazione che abbiamo fatto. マッチングをして、これはあのちょうど私たちの,そのじ実際に装置を作っている最中の写真なんですけれども、まあ、5月ぐらいから始まりまして暑い夏を終えて10月ぐらいまで作業してたんですけどこの服を見るとお思い出すと真夏だったよねと。 E vedete che c'è, ad esempio, questi sono i campioni dei legni che poi abbiamo usato per fare le case. E, e questi sono invece quelli di alcuni nuovi elementi come il treno. il treno.

Perché abbiamo utilizzato nelle vari elementi scenici materiali diversi. Ad esempio queste sono stampate su legno. <mile> uh, questo è dipinto. Ah, scusami. Il fondale è stampato su tela, su stoffa. Invece, le case, l'orso, il pavimento sono dipinti a mano su del legno. Quindi anche il livello, de livello de di lucentezza de deve esserci una. Siccome ognuno di questi materiali ha una risultanza diversa alla luce, bisogna in qualche modo cercare di uniformare con il grado di patinatura. Mm. Anche in questo so. やはりあのそのどういうマテリアルを使うかで艶の感じですとかその見た目の,その反射の仕方特に、えー、照明が当たった時の,その光具合というのがかなり変わってくるのでそこにさまざまな素材に統一感を出すにはどうしたらいいのかあっていうのを計算しながら。 作っていきました。これは、えー、工房でのあの準備の準備段階の動画です。えー、こちらは元々熊さん熊ですね。熊がもともと芯材がハッポステロールを削り出して作ってるんですけれども、その彩色する前の段階です。 Questa è invece la stampa del fondale, che è stato stampato in un'unica dimensione senza nessuna cucitura. E questo è la fondale è 18 metri per 10 d'altezza. 18 18 metri, 10 Ha dei buchi proprio, che abbiamo bucato perché ci sono delle Ad esempio, abbiamo un cantante che appare dietro uno di questi. Bucchi. Quindi, in qualche modo, anche il fondale viene usato dal, dalla regia e dai cantanti. こう,やってあのこうしたものかもよく分か,る分かっていただけると思うんですけれども背景幕であってもやはり演出家演出とそれから歌い手さん出演者たちが、うん、<ペー>何か関係性を,を使用できるそういうものがやっぱり舞台上の,のこれはスケッチです二、ね、幕,幕です。 il trenino ecco qui ad esempio vediamo ci sono ho l'abitudine di inserire quando è possibile anche eh, i costumi originali le, 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 i disegni originali i progetti originali eh, perché così possiamo già confrontarci e capire se i colori tornano この写真でお分かりいただけるように、できるだけこうあの衣装のデザイン画ですとか、で衣装のプロジェクトっていうのを自分のその装置の中に入れ込んで、えこうその段階からしてみたいなっていうこともあって、こういったあ絵になっています。そうするとやはり全体としてどういう色合いになるかですとかあっていうのがよく見えるので。えー ということで衣装をデザインしてくださった武田さんにお話をお願いします。はい、伊藤さん、えー、ありがとうございました、えー。衣装との色調合わせを意識していただきながら、えー、武田さんと打ち合わせをしつつ、えー、この世界を作っていただいたということですけれども、ではこの世界観を衣装ではどのように表現したのかということを武田さんの方からお伺いしたいと思います。えっとまずあのアグニさんからオファーをいただいたときに。 あの初めて組ませていただくんですがとても嬉しくてもう返事一つよろしくお願いしますということを言ったのを覚えておりますでコンセプトを伺った時に、えっと、オペラの楽しさが伝わるようにっていうこととあとカラフルポップキャッチーな世界でファンタジーがあってなんか最初のうちは飛び出す絵本とか平面的なグラフィックもちょっと入ってくるかもみたいなことも話していてで おもちゃたちの、はい、えっと。三つの世界観。っていうのが、まず最初にちょっと決まったかなと思っています。あの。一番最初に登場するチロリルの農民たちっていうのが。あの、なんかこう、ふうって。吹いたら、飛んでいってしまうような。こう、素朴さとか、ちょっと簡単な作り。のおもちゃたちで。で。シュルピスとか、マリーとか、その二十一連隊の兵隊たちは。やっぱり強さや。 自我あとは立体的なおもちゃで、えー、とベルケンフィールトさんたち貴族たちはやっぱりカラフルで美しいんだけれどもどこか表面的な世界だっていうことがあるっていうその3つの世界観というのを少し意識しながらデザインを進めていきましたでちょっと前に出てお話しさせていただきます。 でまず最初に、えー、っと思いついたのがあの貴族の世界からなんですけれどこうリサーチしていった時にこう,やこういった「奇、あのー、世界人形」って日本でも多分あると思うんですけど私も小さい時にはさみで切ってちょきちょきして肩のところとかを折ってっていうこの奇世界人形をちょっと貴族の世界で使えたらなんか面白いんじゃないかということを アグニさんに最初にまずはスケッチでちょっとこんなことを考えていてや,りたいやってみたいんですっていうお話をしてでンさんもあちょっとやったことないけどやってみようかというようなことになってでじゃあ本当にこのペラッとした一枚であの頭の方の髪型もこうペラッとしたものにしたいっていうことを決めたんですけれどじゃあどうやって実際本当に。 っ作っていけるのかっていうのをまずは検証しないとっていうことで割と早めにあの貴族たちのベルルケンンフィールドさんの衣装とかはデザイン画を決めましたで私がこのデザイン画をは描けるんですけれどやっぱりデザイン画をそのまま服にするっていうのはちょっとこれは違うんじゃないかと思ってイラストレーターの山田博之さんに私のこのデザインから イラストここうやって起こして起しいいただいただんですで起こしていただいたものを次は、えー、とじゃあプリントじゃあ生地にプリントするっていう検証が6月ぐらいですかね5月ぐらいに始まりました阿国さんにも <laughs> ちょっと合わせていただいたりしたんですけどえっ、ー、と東方舞台さんで生地にプリントをしていただいて。 でこちらですねあの、素材感、やっぱりさっきも板野さんもおっしゃってたんですけれどこの素材で、じゃあ、艶ありにするのかとかマットにするのかとかそういった素材感で本当に舞台での見え方って変わってくると思うのでこう長くすっていただいて一つ一つちょっと切って。でじゃあ この記事だけでは成立をしないのでどうするのかっていうのであじゃあボードに貼ってみようとかあのウレタンの素材ならいけるんじゃないかっていうことがこう決まりましたでソリストたちっていうのはやっぱり座ったり立ったりあの走ったりっていうこともあるのでこのウレタンのボード後で皆さんも近くで見ていただけると思うんですけど。 ウレタンのボードは使ったんですけれど他の貴族たちはじゃあその同じようなウレタンでいいのかとかもしかしたら立ってこうちょっと踊るぐらいだったら木のパネルとかでもいけるのではないかとかそういった検証もしながら進めていってで最終的にはあのスチレンボードに 決定しましまたで決定はしたんですけれどじゃあ今度はソリストたちのサイズにどうやって合わせるのかというところがまた8月に検証したところです。でえー、っともちろん採寸はしてあるので大体の目安はあるんですけれどもこう歌い手さんたちの喉の位置や。 やっぱりこのスカート丈なんかも動くとときに、あ歌うときに必ず干渉するところではあるのでもうサイズをぴったりにちょっと今回は合わせたほうがいいねっていうところでこのような感じであのプラスチックの板のところにえっと後ろに立っていただいてこれは金沢さんですねベルケンフィールドさんに立っていただいてで前からプロジェクターで。 山田さんのイラストを写してでサイズを合わせこれが合わせている時の動画です。でみんなでもうちょっと下なんじゃないかとかサイズはちっちゃい方がいいんじゃないかとか服のサイズは決まりながらもじゃあ頭って本当にこの大きさでいいのかとか。 そういったことを、夏ですね、これもワイワイとみんなで試していきましたでこれも動画ですねでサイズが決まった後はそのえっとはボードをちょっと切り出しましてで実際の金沢さんに当ててみてサイズ感と あとはこう腕の動きですね一番気になっていたのはそれもこう動けるかどうかあとは頭でやっぱりちょっと気にしなければいけないのはこの耳のところにかぶらないように歌を歌う上での注意点を気にしながらこう合わせていきました。 で出来上ががったのがこののこ幕目の衣装ですで今はまだ仮,このまま仮の状態なんですけれどで今回はあの貴族たちの,あの小道具も、えっと、平面全部平面にしています。でこれは2幕目も同様でまたサイズを決めてボードを切り出して実際に合わせてつけさせていただいたところです。 で貴族は変わってあのチロルの世界観なんですがこちらですねでなんかこう海外のお土産屋さんとかですごく簡単にあの布とかをただ単に切って貼り付けたような感じのなんかこう人形っていうのをチロルの時はちょっとそんな風なイメージでやりたいなと思っていて。で 平面的っていうのをすごく大事にしてデザインしましたでやっぱりこうし質素な感じと素朴さも出したかったので、あのー、平面のモモンガみたいなちょっと形のお洋服に、えー、服のペイントをするっていうことをしていますでえっ、ー、と念頭に置いて,置い,ていたのが あの合唱の皆さんが9分の間でこのチロルから連隊の兵隊たちに早替えをしなければいけないっていうこともあったのでこうちょっと簡単に本当に脱ぎ毛ができるようなっていうことも念頭に起きましたでこうやってあの私もペイントしたりあの皆さん位置の公募位置の皆さんとペイントしたりしてこうやって一着一着が出来上がっています でこれはモモンが敵衣装なのであの足の幅とか動きは大丈夫かっていうのを検証していてで振付家の伊藤先生もあのお洋服の,このペイントがよく見えるようにっていうので手を広げる仕草だったりを取り入れてくださっていますそして、えっと、21連帯なんですがなんかこう。 シュルピス率きる連帯は強さとか生きるエネルギーとかなんかそういったものが強くある人たちそれでジュンさんからの,あのリクエストっていうかでいろいろな種類の「悪を入れたいっていうこととあと見かけの悪さとなんか中身のギャップがある感じがいいっていうことをあの言われましたので。 じゃあもう私の中のマッドマックスを1回ちょっと出してみていいですかっていうことですごくデザインをさせていただいています。でこれが21連帯の,あのデザインなんですけれどなんかこうシュルピスはやっぱりちょっとフランスのそのあの時代感も出したかったのでナポレオン帽とか結構こうやっぱり長であるのでしっかりした感じ。 あのリリしい感じとかも入れたくてこういうスタイルにしたんですけれどえっと、ゴチョウとかは本当にマッドマックス感をすごく出したかったのでこういうであの彼は髪型もモヒカンだったりするのでめちゃくちゃちょっとあの楽しい感じにしていって五鳥をかけた時点であなんかあの。 アクションフィギュアたちの世界観ってすごくなんか楽しくしていいのかもしれないっていう気持ちが出てあのデザイン画でいうとそうですねあの人目えっと左から5人目までがアクションフィギュアなんですけれどちょっと不良たちじゃないですけど本当にそういった世界観を描いてで潤さんに1回お見せした時にじゃあこの連隊たちってやっぱりアクションフィギュアだけでこうまとめるのではなくて。 いろんな種類のおもちゃをじゃあ入れたいねってなりで GI ジョーもあの全部水色とピンクの GI ジョーやあとはあのくるみ割り、ね、とか宇宙のスペースレンジャーとかでロボットも絶対入れたいってことで入れたしあとはジュンさんが <laughs> あの騎士を。 動けなくしたいっておっしゃっててなんかもう動かない騎士がずっといたいっていうこともあって騎士も入れてじゃあ私はやっぱりお猿さんを入れたいですって言ってお猿さんもデザインして入れましたでこうやって,こうやって21連隊は決まっていたんですがじゃあ,あの主役のマリーはどういった子なんだろうっていうのを考えたときに。 なんかやっぱりみんなのこう両親というかみんなの愛を受けて育っている子で,で連帯に育てられているからボーイッシュではあるだろうなっていうのは思っていてでだけどトニオが一目ぼれするぐらいだからやっぱり可愛らしさ少女のなんかこう可憐な感じもある方がいいなっていうのとあとはこう。 ジュンさんとなんかマリーは3つの世界あの先ほどお話ししたなんか3つの,その農民の素朴さ無機質さとかあとは貴族の美しさとか軍の厚さその3つの世界観を持っているのがマリーででもその3つの世界観とは逆に違うかもしれないっていう何かこうちょっとした謎かけみたいな感じのところもあって。 でじゃあなんかこうパッて思いついたのがもう真っ白マリはやっぱりすごく白を大切にしたいなと思ってデザインしたのがこの衣装ですでえっと連隊のみんなはあのフランス軍なので、まあ、フランスのおもちゃとしてトリコロールカラーを使っておりましてえっとまあ赤じゃないんですけどこうちょっとパステル調のピンクと白とブルーで。 全員をまとめたのでマリーにもその中のブルーとピンクも入れています。でトニオなんですが、えーっとこうまあ、性格的にやっぱりみんなに受け入れてもらえるようなフレッシュさあと素朴さで一途であるっていう性格でチロルの時は、まあ、チロルと同じようにペイントであの衣装は作られているんですけれど。 チロルの時から21連隊のお父さんたちに頼みに行くときにはこうやって新入り悪い新入りみたくこうマッチョスーツを着ています肩のトゲトゲとかもちょっと五丁と同じようにデザインしましたでこれが作っていただいている時でであとからちょっとベルトもなんかあったらいいかなと思ってベルトも足しています で、これはウレタンで作られています。あとは、そうですね。あのお猿。お猿も発泡スチロールで作られていて。で。ロボは、あの、ベニヤと、これがベニヤですね。で、あとウレタンの箇所もあって。で、生地もウレタンで作られています。 で、えっと、二十一連隊のみんなは、そうですね、あの。えっと、どこかしらに、二十一っていうナンバーが必ず入っていて。あの、ペンダントで入れている人もいれば、あの、タトゥーで入れている人もいるし。お洋服に二十一って書いてある人もいます。で。クラーケントルプさんも。こう、何回も、あの、一緒合わせをしていただいて。 あの、背中の棒のクラーケントルプさんはこうマリオネットなんですけど、伸縮性とか棒の動きとかをあの練習もしていただいて、とってもマリオネットらしく、いつも動いていただいています。で、これが連帯が集まったところですね。私はいつもそのなんか衣装合わせで、皆さんがこうやってデザイン画から。 なんかこうデザインー家だったものから命を吹き込んで頂い,いてこうやって実際にこう実物になるっていうところがすごくいつも感動して一番好きな時間です。で稽古場ではこうもうちょっと試作品とかをこうつけながら稽古をして頂い,いててその都度不都合とか動きにくいとかここがもうちょっとこうなったらいいなとかを聞きながら、えー お直ししつつ、えっと舞台にあの劇場に入るっていうところです。で、舞台に入ったら、あの照明家の稲葉さんが美しく舞台と衣装をあの照らしてくださるので、<laughs> 答えしたいと思います。はい、えー、武田さんありがとうございました。えー、さて、えー、以上のような世界観を、えー いかに証明で染め上げていただいたかということを稲葉さんの方からお聞かせいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。えっと、はめまして、証明の稲葉です。改めてよろしくお願いいたします。えっと、もう少しえっと北さん明るくまずしててもらって大丈夫です。えっと、まずえっと証明の、えー、方はですね。 えっと、まず潤さんの演出コンセプトから板野の,の美術そして武田さんの衣装とバトンをもらいまして、えっと、その全体を見て今回どういう形で、えー、証明をするかの方針っていうのが、えー、結構いろいろ考えました。でえっと、これが、えっと、今回ののの、えー、全体の証明の基本的な えーと上空につったある機材ですね、えー、と大体このぐらいつってありますで一つ一つの機材にこう番号がついてましてその機材を、えー、とつけることで、えー、と照明の明かりを作っていっていますでと、まあ、例えばですね、えー、と北さん1番とかつけられますかこの機材とかはあのここ今つきましたね こういうい今ちょうどそのラインぐらいにこう伝える機材でまあ奥の方だと例えば9番の機材とかつけてみていただいていいですかあのこの辺に伝えるとさまざまな光源位置を、えー、と用意することが照明家にはとても大切でこれ全体のステージ図面なんですけれども今回の大きな、えー、と一つのなんです特性としては衣装がこういうこういう何て言えばいいんでしょうか パネルのような衣装も中にはありますので例えばこれはそうう前から当てないとその衣装がきれいには映らないんですね。でだけど今回のこの美術ですとこの衣装を見せるにあたってどうしてもここの図面でいうとこの,このフットと呼ばれる前のステージから当てる機材ですね。この辺の辺機材が 仕込みたかったんですけれども、えっとまあ、条件的にかなり仕込むのが難しいと、で最初のときは、ここの辺がちょっと仕込むのを諦めることになりそうだったんですけど、えっと、実際にはちょっと北さん、フットとかつけて、こういうふうにあの、そこの壁の下にちょっと置かせていただくような形で、えっと、普通のフットも、ソース OSS の、えっと、ゼロ列目とかもつけれる。 あの今ついたあの辺の光源位置を保つことでこの衣装があのより光るというかより浮き立つように、えー、っと仕込み位置を作らせていただいて LHQ とかもつけれるかな逆に向こう一回払っちゃっていいんで LHQ つけてもらっていいここ、はい、こうやって前からここの ちょっと前から分かりにくいかもしれないですけどここ一列あの実は機材が全部並んでおりますであのよくあの何でしょう稲葉さんの魔法であの美しくしてくれとか言われるんですけど正直魔法は持ってないですあの基本的には手,手品は持ってますなので、えっと、種も仕掛けも必ず僕には必要で今のように光源位置を保つっていうのが照明家にすごく大切なんですね で僕にとっての魔法使いは実はあの舞台監督チームでこれとかはやっぱあの僕が置きたいって言ったのをどうやったらこう置けるかを考えてくださってで普通だったらちょっと置けないようなところをいろいろ工夫してくださって置けるようにしてくださってるんですけどで結構、その形であのここにも今、いない方たちとも一緒にいろいろやらさせていただいていろいろ今回の舞台を作らせていただきました。 えとこの図面の数字のものを全部一覧表にしたものが、えー、とこちらのチャンネル表と言われるもので普段僕はこの数字で、えー、と全部、えー、やり取りしております例えば、えー、なんでしょう11から18までつけてくださいというと,、えー、とムービングのっ、えー、と 8台が同時につきますちょっと色を入れてみてもらっていいですかえー、っとはいありがとうございました OK ですはいみたいな感じのものになりますで今回のフォーラムで何をしようかって考えた時にちょっといろいろ資料を出して説明するのもいいかと思ったんですけれどもちょっと1個実際にこの ライブで明かりを作ってみるのも面白いんじゃないかと思ってちょっと一回明かりを作らせていただこうかと思いますじゃあちょっとすいませんえ明かり作るためにあのスクリーンとか飛ばしてスタンバイしていただけますかえっ、ー、とこちらは一回退場させていただきます じゃあまずえー、っとまずえー、っとすみません僕が呼んでいる北さんというのはあの僕と一緒にあの今回オペレートをしてくださっている方なんですけれども北さんちょっと、えー、アッパーを明るくドーンとつけてくださいこれがさっきあの伊太郎は言っていたあのパズル幕ですで実は照明はこのを見てもここに答えがたくさん書いてありましてちょっとあの わかりますかね。こことか少しこう茶色いというか、昼間っぽい。色味が入っていたり、真ん中は青かったり。ここには白くて、あのまるで日が当たっているような明かりが入っています。こういうものを見ながら、えっと。ヒントというか、あのなんでしょうね。ナビゲーションしてもらっているものに対して、より。 美しくより浮き立つように作るようにするのが照明の仕事なんですけれども例えばちょっと機材を紹介しますと今アッパーつけてくれって言ったのは上の方から、えー、と全体を当てられてで色を変えてみてもらっていいこう色を変えられる機材っていうのを仕込んでましてで今回だと、えー、生に戻していただいて戻してもらって今回は。 えとこの青いこの空のようなイメージがより引き立つ色に、えー、とまずしようとでそ,れあその機材ありがとうございますこれ以外に今度ローホリを全色つけちゃっても大丈夫ですはいあのこれはこのパズルマークの裏から明かりを当ててますで、えー、と今裏には、えー、太陽のようなな,な色 えー、オレンジ、えー、ブルーを仕込んでライトブルーを仕込んでますじゃあちょっと一回外してもらってじゃあちょっと生なちょっと色をすみません名称で呼ばしてもらうと生を電球色そうですね電球色なんですけどこれをつけると分かりますかねこの真ん中よりもこの端のこのこの色の方が浮き立ちやすいあと生は OK で、えー、っとブルーにしてもらっていい えとライトブルーも足してもらっていいそうすると実は外がさっきの生は消えちゃっていて浮き立たないんですけど今度こちらのブルーのところが浮き立つこれを組み合わせて一回払ってもらってそしたら、えー、外側は生を入れてもらって下手はあと30ぐらいで。 で内側のライトブルーを60ぐらい入れていただいて、えー、ともう10%ダウンで,で生の方十10%上げてくださいこれ以外に、えー、とじゃあ5ここの山のこうなんでしょう日が当たってそうなところを表現するには例えば52から54をつけて でちょっと1個ずつ向けてもらっていいですか1台ずつでもう少し下手かなもうちょい首上げてはいはいで1台ずつちょっとみすみませんみんなに背中向けて僕がいたら見にくいですかねはいはいでもう1台はいでこれがこれをあと60ぐらいにしてみてもらっていいですか はい、で、えー、とアッパーもちょっと、えー、足してもらっていいですか7%で、はいはい、そうしたら、えー、とこの52から54はいっぱいの、はい、で生とライトブルーもあと20%ずつあ生とライトブルーを20%ずつ上げてもらっていい <laughs> はいありがとうございます。 こうやっって、ちょっとごめん52から54少し80ぐらい落としてほしいですけどよりこう立体的にこのパネルが見えるようにしています。でもう一個紹介したいのがこの穴あてを全部いっぱいで見せてもらっていいかな。これは実は裏から仕込んでましてこのパズルがただのその。 抜けけていいるだけに見えないようにより立体的に見せることができないのかというふうな話を、あのー、イタロからされてそれをこれをアットゼロアット30この辺とかを見ているとわかると思いますけどアット40実はこうすることでちょっとこのパズル膜がよりちょっと立体的にあのじっと見てないと分かんないですけどさりげなくなんとなく見てる中でも人は。 がなんとなくそれをこう立体的に感じるように工夫して仕込みとかをしてます。でここに、えー、じゃあクラウドをちょっと下ろしていただいていいですか。実際にはあの本番見られた方もいると思うんですけど、えっ、ー、と雲が降りてますで。照明を当ててないとまあこうやって真っ暗なんですけれども、まずえっ、ー、とそうポータルの えっと45番ですか45番ちょっとはいはいそのぐらい入れていただいてこれあのもともとり立体的な雲なんですけれどもそのぐらいで大丈夫ですでここにただ1台こう当てるだけではなくて49度50も足してもらっていいでも雲当てとしてはいはいわか,かりますかねわざとここに50番を当ててここに 49番を当てることで雲をより立体的に見せてますであと,、えー、とバルーンも下ろしてみていただけますかでバルーンも、えー、これ実はあのネタバレかもしれないですけど基本的に2幕の方で出ている機材なんですけど今1幕の中にちょっと下ろしていただきましたけど、えー、と北さんちょっとバルーン当てを。 入れていただいて、あ、北さんあのー、丸当て出せるあっちちょっと探しててもらっていい喋ってるので、あのー、なんか向けてもらっていい一台、はいはい、であとこの下の丸いところに一台当ててみてもらっていいかな、はいはい、ありがとうございます。 こういう形で当てることでより照明でその立体的に浮き立つようにあとみ皆さんが見てて違和感がないゲージの明るさを整うことで1、えっと、つの明かりを作っていくんですけどあとこれにあの今ちょっと置いといてもらったこのお猿さんとこちらの五長さんに明かりも入れてください。 こうやってあの人にも当てることでその人も衣装も行き立つようにしていますでこれも当てるのが前からなのか奥なのかによって浮、えー、き立ち方も違いますでこれ以外にボックスとかもあとクマさんも当ててくださいこういう形で一つずつそこの必要なところに物を当ててそれの色と明るさを全部決めることで 全部組み合わせて、一つの明かりを作ってます。はい。ですね。これとかもい,いの、全体当てるというよりも、この、はい、このハイライトの絵のところをわざと当てることで、より。その、立体感というか、ものが浮き立つ、ことを。えっと、うまく強調するように、やってます。はい。あの、ちょっと、紙手のお客さんかも、し、み、しか見えないかもしれないですけど。 全面をべったり当てればいいだけではなくてこうポイントポイントを当てることでよりそれがこう立体感とか浮き立って見えてよりお客の想像力でよりその先までつな、えっと、広がっているように見せるようにとか考えてますで、えー、こういうふうに一つ一つ当てていくことで、えー、っとちょっと北さん Q で出してもらっていいですか。で もう少し人が明るくなるように全体を入れますとこれがフォーラム用の一つの何でしょう山間部の、えー、昼間の絵みたくなってますねでこれ以外に今回おもちゃ箱というテーマなのでこれに、えー、とこのままだけではなくて曲によってはカラフルにしたり,し,たりしてましたで今ちょっと時間もあれなので えっと、一瞬にしてこれをカラフルにして見せますのでじゃあ北さんお願いしますそうですね同じあの飾りでも照明によってこういうふうにあのちょっと雰囲気とイメージが変わるようになっております、えーっとまあ、ちょっと今回のホラムは明かりを作ってみようっていうテーマで作らせていただきましたありがとうございます 稲葉さんありがとうございました、えー、今明かりの方も、えー、かなりこう立体的に見せていることが分かったと思います、えー、稲葉さんのお話を持って、えー、パネリストの皆様からの解説は終了となりますパネリストの皆様の、えー、解説によって入場した時の、えー、自分の思いと、えー、今の、えー、この状況と随分とイメージが変わったものと思います、えー このような世界観を作ってくださったパネリストの皆さんに、えー、大きな拍手をお願いいたしますじゃあ、皆さん、えー、ありがとうございました。